キサントフィルサイクルとは、植物が強光などの条件によって過剰な還元力が葉緑体内に蓄積した際、周光クロロフィルタンパク質の補助色素である、キサントフィル類が周光効率の低い物質に変化し、一方で弱光になった際は周光効率が高い物質に変化する回路のことである。強光あるいは、 低温や気候の閉鎖による代謝速度の低下のために還元力が過剰に蓄積することがあるが、キサントフィルサイクルはこのようなストレスの際に余剰の光エネルギーを熱に変えて散逸させることにより、高化学系にへ渡すエネルギーを減らし、光阻害からの防御に役立っていると考えられている。キサントフィルサイクルは3種のキサントフィル類によって構成されており、 最も就効効率の高いものが、ビオラキサンチンである。還元力が過剰に蓄積すると、就効効率の低いアンテラキサンチンに、ついでさらに就効効率の低いゼアキサンチンへと変換される。逆に、弱光条件では、ゼアキンサンチンがアンテラキサンチンを経て、ビオラキサンチンへと戻る。ビオラキサンチンは二つのエポキシカンを持つ、キサントフィル類であるが、これが、 アスコルビン酸によってエポキシカンのうちの一つが還元されてアンテラキサンチンとなる。アンテラキサンチンは同様にアスコルビン酸によってエポキシカンが還元されてゼアキサンチンとなる。これらの反応はチラコイド膜の内空側で起こりデイポキシダーゼによって触媒される。逆にゼアキサンチンがアンテラキサンチンを経てビオラキサンチンになる反応は などふと酸素によって起こる。これらの反応は、チラコイド膜のストロマ側で起こり、エポキシダーゼによって触媒される。効果学系2によって生成された還元力は、チラコイドの内空に蓄積するが、これが過剰になると、チラコイド内空の酸性化を引き起こす。デイポキシダーゼの指摘 pH は5.0であるため、脱エポキシ化が進み、ゼアキサンチンが生成される。 一方で、弱光などにより還元力の蓄積がヘリチラコイド内外の pH が減少するとエポキシダーゼが活性化されてゼアキサンチンのエポキシカが進みビオラキサンチンが生成される。ありがとうございます。